平岡博士から1934年5月6日は、日本の鉄道技師、野球選手、指導者、実業家、三味線の透明流の創始者。芸名は、平岡銀衆。日本で、最初の野球チーム創設者と言われているほか、日本初の民間鉄道車両メーカーである、平岡工場の設立と経営に携わった。 アメリカ在留時代の平岡三味線を引く平岡、田安徳川家の家老の家である、平岡博一の長男として、江戸に生まれる。孫には、平岡誠二おい、名には、平岡洋一、平岡つゆ子がいる。1871年アメリカへ、自費留学したが中退して、機関車工場に後員として働き、機関車、 機械類製造技術の他ベースボールを習得し1876年に帰国した。平岡は、工部省鉄道局に入り1886年に4等、儀式まで昇進するが、独立して1890年、特命組合平岡工場を創業。1894年特命組合を解散し、個人経営の工場となる。 1899年に創業した、汽車製造の副社長となるが1901年、平岡工場は、汽車製造に買収され、汽車製造東京支店になる。日本の野球の祖とされている。また、日本で初めてカーブを投げた人物とも言われており、アメリカ留学中に、それを習得した。魔球と呼ばれ、 学生野球の投手たちがその投げ方を教わるために彼の元を訪れたと言われている。1959年に野球殿堂入り。平岡の功績とその名を後世に伝えるため、2010年から全日本クラブ野球選手権大会の優勝チームへ平岡杯が授与された。また留学中から歌曲と親しみ、帰国後も小唄、時ず清本、長唄。 ギダユなどをこなし、踊りの振り付けにも凝った。特に小歌を得意とし、銀衆と合した。また歌舞伎関係者らと廃れていた加藤節の最高に、勤めた。さらに、透明流を編み出し、その家元となった。1912年に、一歳の職から引退すると、三味線三昧の生活を送って、気前よく散在し、下流界では、平岡大臣として知られていた。 1934年に亡くなった時は、遺族には生活費以上のものを残さなかったという。新橋アスレチッククラブアメリカから帰国後、平岡は、工部省鉄道局技師となり、新橋鉄道局に勤務した。1878年新橋停車場構内に、日本初の野球場、保健場を作り、アメリカ合衆国のスポルディング社から、 用具の提供を受けたり、ユニフォームを作るなどして、日本初の本格的野球チーム、新橋アスレチッククラブを組織した。同チームではルールブックを、毎年アメリカから取り寄せ、当時の最新ルールを用いていたと言われ、日本野球の発展に貢献したが、1888年、平岡が鉄道局を退職したため解散となった。ありがとうございます。